どうもです。今回は個人的2023年夏アニメ曜日別の感想を語っていきたいなと思います。対象作品は8月13日日曜日から8月16日水曜日に放送されていて、私が視聴した作品となっております。個人的な感想なんで、ぜひ皆さんのご意見もお聞かせください。ということで、今日ですね、めちゃくちゃ時間ないんで、いつも以上に、サクサク進めていきたいと思います。まず、日曜日からです。一つ目。広がるスカイプリキュア28話ということで、まぁ、今回ですね、エルちゃんがファッションショーのステージに立ちますよと。で、そこにアゲハちゃんも絡みまして、よりアゲハちゃんを深掘っていった回だったんですけども、私ね、めっちゃ共感することがあって、何かっていうと、エルちゃんがステージに立った時に泣いたっていうところなんですよね。もう当たり前じゃないですか。人前にね、立つと、知らん人の前に立つってめちゃくちゃ緊張するし、怖いんですよね。まぁ、だからエルちゃんって泣きまして、で、アゲハちゃんが出てきて励ますっていう素晴らしい回だったんですけど、私もね、昔あったんすよ、そういうことが。私ですね、今もですけど、和太鼓をね、演奏してるんですけど、小学1年生の頃に初ステージを経験したんですね。で、その時ね、もうめっちゃ泣いたの。もう緊張しすぎて、今はね、なんかカメラに向かって人でわーわーやや喋ってますけど、もう恥ずかしがり屋やったんで、もう泣きまくってね、もうステージにもう立った瞬間帰ったんよ。もうボイコットよね、したっていう初ステージ経験があったんで、もうエルちゃんの気持ちわかるわーと思いながら見ていた28話でございました。はい、次2つ目。ゾン100、ゾンビになるまでにしたい100のこと、5話という、ところで、まあ、アキラがですね、第4話で自分が子供の頃にやりたかったことを思い出したいっていう気持ちが芽生えたんですけど、それを一瞬で叶えたというところで、まあ、ヒーローになりたいっていうね、子供の頃の夢があったんですよね。で、今回の5話ではアキラがヒーローになっていくっていうところだったんですけど、ここでですね、久しぶりにリスクヘッジお姉さんがね、登場したんですね。で、このリスクヘッジお姉さんって、もうめちゃくちゃ理屈でね、もうリズメしてくるようなキャラクターなんですけども、そこに対してアキラがもうそうじゃないと、理屈なんじゃないと、もう自分がやりたいと気持ちの、動くままに、自分も行動していくんやっていうところのヒーロー像を、導いていくっていうところは良かったんじゃないかなというところもございますし、そんなリスクヘッジお姉さんもコンビニでアキラを助けた時、この時ってリズメとかそんなんじゃないんですよね。気持ちで動いてる、もう体が勝手に動いてるっていうところもあるんで、リスクヘッジお姉さんとアキラって、まあ、結構対照的というかね、真逆の人間ですよっていうところを描きつつも、やっぱり似てるところもあるし、影響し合うものもあるんだなっていうところを感じる第5話だったかなと思いました。そしてちょっと出れるね、リスクヘッジお姉さんも可愛かったなっていう感じなんですけど、それと同時にまあ無理やりというかね、勢いで突っ走った感もまあものすごくあった5話だったのかなというところでございました。次3つ目、死神坊ちゃんと黒メイド18話ということで、まあ今回ですね、いろいろな形で人と人って繋がってるねっていうところを描かれていたかと思うんですけど、唯一誰とも繋がってないやついるんですよね。それがまあ誰やつなわけなんですよね。で、この作品って、坊ちゃんの呪いを解きましょうと。ほんで、まあ、アリスと結ばれたらいいですよねっていうところを描いている作品なんで、呪われてるやつって、坊ちゃんなわけでございますけども、現状ですね、一番呪われてるやつって、ダレスなんちゃうのって思うんですよね。まあ、坊ちゃんって、まあ、確かに、触れると命を奪ってしまうっていうとんでもない呪いをね、かけられているわけでございますけども、周りにはもういろんな人がいて、もう暖かい空気感の中で生きてるんですよね。でも、ダレスって、お姉ちゃんに、こう、顔を傷つけられてしまいましたと。で、それがあるからこそ、誰とももう関われないっていう、まあ、心に呪いをかけられてしまってるんですよ。だから、ダリスが一番重い呪いがかかってんじゃないかなっていうところを、まあ、現状感じてますし、まあ、18話ではそれを強く、感じた次第でございました。で、そんな18話では、ザインがですね、まあ、時間操れるんで、あいつ、過去に戻って、そのダレスのお姉ちゃんをやっつけまして、根本から、その坊ちゃんの呪いを解いていこうっていう案を出したんですけど、これをすることによってダレスも助かるんちゃうのっていうところのつながりも出てきましたので、まあこれ2期でさ終わるか知らないんですけども、今後の展開楽しみだなと思った次第でございました。次4つ目、現実の夜晴れ7話というところですね。まあ、9人がね、もうわちゃちゃわちゃちゃ女子会するだけのお話やったんですけども、なんか不穏な要素もですね、てんこ盛りやったなって思ってましてですね、9人しかいないはずやのに、なんかもう一人おるんちゃうみたいな見せ方はしてるんですよね。なんか影が見えるみたいな、人の影があるよねみたいな見せ方をしておりましたので、その不穏要素がどういう風に動いていくのかは楽しみだなと思った試合でございました。あとね、全員で歌うと決める流れもですね、良かったんじゃないかなってところです。5つ目。
英雄教室6話ってことで、なんかさ、いい話っぽい感じで終わっていったんですよね。なんか、あ、子供ね、卵から孵化してよかったねみたいな感じで終わったんですけども、建物破壊しまくってるからね。もう、国中をボコボコにして、で、しかもその発端が国王なのさ、マジやばくねみたいな。自分の市場でさ、建物破壊しまくってるみたいな、とんでもない国やなと思った次第でございました。6つ目。無職転生2期6話ってことで、まあ、個人的には、無難に面白かったなっていうところなんですけれども、まあ、ルディがですね、その奴隷を見て、結構ノーリアクションやったんですよね。まあ、そこに対して、ツッコミがあるというか、いや、なんか、感情動くんちゃうのみたいな、今までのルディやったらね、かわいそうとか、なんかそんな思うんちゃうのみたいな、まあ、シルフィーは思ってたしね、かわいそうって思ってんだろうな、みたいな動きしてたんで、まあ、それと同じでね、ルディもそうなるんちゃうのって意見あるんですけど、私は、奴隷を見て、ああいう態度になるのって、まあ、ルディやったら不思議じゃないんじゃないかなって思うんですよ。で、そもそもだってもう十何年間あの世界で生きてるわけでしょ、ルディって。で、あの世界はその奴隷が売られてるっていうのは全く犯罪とかじゃなくて、正式に売られてるんやと思うんですよね。で、それを見たときにそういう世界でずっと生きてるわけですから、それが当たり前になってるんじゃないかなと、ルディの中でね。だから別にそういう態度を見せないっていうのも不思議ではないのかなって思うし、そんなノーリアクションの中でもルディなりの優しさってしっかり出ていたなって思ったりもするんで、今回のルディの行動に関しては全然不思議なところはなかったんちゃうかなって思っている次第でございます。そんな無職転生第6話なんですけども、ちょこっとね炎上したことがございまして、まあそれがですね、まあそのルディが奴隷に対して何も思ってないというところが炎上したんですよね。で、それがその原作者さんがですね、ツイッターで毎回解説してるじゃないですか。その解説を見て、なんかおかしいやろみたいな感じで炎上したっぽいんですけど、まあ、その炎上に関しては私どうでもいいんですけど、原作者さんがね、全部説明するんですよ、ツイッターで。ここのシーンはこうでしたみたいな。それはいらんのちゃうって私いつも思ってる。だからミュートしてるんですけど、私原作者さんはね、見たくないから、見たくないからミュートしてて。で、なんで見たくないかっていうと、そのアニメ勢なりの解釈が全部ぶっ潰されちゃうんですよ。もう答え言っちゃうから。原作者さんの言うことがもう全てなんで、それはもう答えが出てしまってる、しまうと、アニメならではのね、感じ方、やっぱ見る人によって感じ方って変わってくると思うんですけど、そこの一人一人の解釈ぶっ潰してしまうんで、そこはね、非常にもったいないというか、アニメ化した意味ないやんって思っちゃうんで、あの原作者さんのね、なんか実況解説ツイートの必要性っていうところは、個人的にはいらないんじゃないのっていうところは思いますよね。なんとなく匂わせて、じゃあ原作読んでくださいねとかやったらいいんですけども、全部説明しちゃうからね、あの方はちょっともったいないかなと思ってるでございます。7つ目。ダークギャザリング6話というところで、これめちゃくちゃ私の中ではですね、面白くてですね、個別に動画出したんで、ぜひともね、そちらを見ていただければなって思うんですけども、やっぱ言いたいのは、いっちゃん怖いのは人間だよねっていうところなんですよ。お化けとかね、そんなんじゃなくて、人間がもう一番怖いと、狂気じみた人間ね、もう狂った人間がいっちゃん怖いっていうところを、まあ、今回の第6話では感じた次第でございまして、で、今回 A 子がですね、お化けに操られるみたいなお話だったんですよね。操られてる時って狂気じみた顔をしてたんですけど、最後のシーンですよね、操られていないにもかかわらず、その同じようなね、狂気じみた顔をしていたっていうところの怖さですよね、っていうところがあったので、良かったんじゃないかなと思った次第でございました。っていうところで以上で日曜日は終わります。次、月曜日でございます。一つ目、レベル1魔王とワンルーム勇者7話ということで、まあ、おそらくゼニアのおかげで、まあ、囚われているゼニアのおかげで、まあ、全員助かる流れに、ね、なっていくんじゃないかなと思いながらね、見ていたわけでございますけども、今回の第7話って時計をめっちゃ意識づけしていたんですね。今何時ですみたいな意識づけをしていて、まあ、これの答えっていうのが、次元爆弾がセットされていましたっていう形だったんですけど、もっとなんかひねってほしかったな。あれだけ意識づけさせるんですから、なんかちょっと、まあ、インパクトが弱いというかね、拍子抜けする、答え合わせだったかなと思った試合でございました。それでは二つ目。正宗くんのリベンジリターン7話ということで、まあ、今回ですね、猫が正宗くんにもうラストアタックするっていう回やったんですよね。で、猫っていうのは、正宗が仇垣に対して、まあ、ストレスを感じて、そのジンマシンが出るっていうことを知るんで、これ私いけるんちゃうのみたいな、感じでアタックしていくんですよね。で、このアタックしていく猫も良くてですね、そのちょっと手震えてるみたいな、ところで、あ、緊張してるんだなっていうところが分かっていくっていうところも、まあ、アニメとして非常に素晴らしいなって思うんですけど、まあ、そんな猫も
ですね、ダメだったんですね、断られるっていうところなんですけど、その猫に対しても政宗はですね、ジンマシンを出してしまったんですね。なので、あたがき屋からジンマシンが出るんじゃないっていうところが今回分かってくるんですよ。で、現状なんですけど、私の、まあ、予想としましては、好意を向けられると、政宗ってジンマシンが出る体になってるんじゃないかなって思うんですよ。それは過去のトラウマと言いますか、まあ、勘違いだって分かってはいるんですけど、でも頭で分かってても、じゃあ体がそれを受け入れるかっていうと、また別の話、脳みそと、その心って繋がってるかどうか問題みたいなところね、ありまして、まあ、分かってはいるけど、体が拒否反応を出してしまうっていうところが今の政宗くんの問題なんじゃないかなって思うんですよね。で、それを解決するのはもう小祝しかいないです。小祝がどう動いていくかで、この政宗くんと新垣がまあくっつけるかどうかっていうところは変わってくるのかなって思ったりもするし、小祝が終盤に来てですね、もうめちゃくちゃキーマンになってるんで、どういう風にこう動いていくのか非常に楽しみだなと思ってる試合でございます。次、3つ目、物語19話ということで、もう単純にかっこいいですよね。で、今回の19話で分かったのが、画学寮が裏切っていたっていうところが、発覚したわけでございますけども、まあそれに対してですけど、その兵馬、あとまあ残りの2人がね、なんか画面3分割になって断るみたいな言ったじゃないですか。もうあそこがもう超かっこいいですし、もう画学寮が裏切ったとはいえ、今の兵馬ってもうめっちゃ頼りがあるんで、絶対ボタン守るやんっていうところを感じていきますから、もう燃えるなと、ただただ単純にかっこいいなと思った第19話だったんですけど、もったいないなと思ったのは、おそらく、まあ、先ほども言いました、断るの3分割を最後に持ってきたかったんやと思うんですよね。まあ、それが故に A パートめっちゃ引き伸ばしたんですよ。前回の第18話で、そのタクシーですか、高速乗ってるタクシーに、あの敵がボーンってカラカサボーンやってきて終わったんですけど、そこまでたどり着くまでに A パートめっちゃ長々使ったじゃないですか。まあ、ボタンが、ま、氷馬に感化されて変わってきてるだとか、まあ、そういうところもいいんですけど、それでもなんか伸ばしてるなという、ところを非常に感じましたので、そこだけはもったいなかったなと思いますけども、展開としては非常に熱くなってきてるなと思っている試合でございます。次、4つ目、シンデュアリティノワール6話ということで、まあ、今回ね、ただただ、カジノをやりまして、で、ノワールがチート級の強さを見せましたよと、それだけの回だったなと思っている試合でございますけども、まあ、今回ノワールが撮ってた写真ですよね。あれはなんか後半に2クール目とかね、生きてきそうだなと思っております。5つ目、おかしな転生7話ということで、まあ、今回主人公がですね、リコリスと結婚というかね、婚約したわけでございますけども、なんか最初は拒否ってたじゃないですか。ちょっとそれはみたいな感じで拒否ってたんですけど、まあ、いざ婚約しましたよってなったら、なんか、リコリスなら、お菓子の国作れるかもみたいな、なんか決意固めたじゃないですか。なんでと思って。どこでそのリコリスとなら、お菓子の国作れるっていう決意を固める要素があったのっていう、どうしたと、非常に謎だったなっていうところでございました。リコリスは可愛いね。リコリスちゃんは可愛かったけれども、その決意を固めるところは、なんでなんやろうなと思った次第ございましたし、いや、もうお菓子作れマジで。お菓子なんも作らん、全く作らんので、毎回一個は作って、一個は作って物語に絡めてっていうところでございます。6つ目。夢見る男子は現実主義者7話ということで、もう佐々木ちゃんは何だったのかと。佐々木ちゃんは一体何のために現れたのかと。もう非常に不思議な、回だったなと。6話、7話続けてね。ちょっと私にはよくわからなかったなという回だったんですけれども、まあそれも動画にしましてですね、エヴァ並みに謎だというね、動画を出しましたので、ぜひともですね、お時間ある方は視聴していただければだと思います。ってことで月曜日は以上です。火曜日でございます。ですね。好きな子がメガネを忘れた7話ということで、もうやっぱさりげなくね、もうさりげなく気持ち悪いセリフをですね、言う小村くんがね、もう癖になるなっていう、ところがございまして。で、あと、みえちゃんなんですけど、メガネかけてきたんですよね、今回。珍しく。もう毎日忘れるんですけど、珍しくメガネかけてきまして、で、メガネかけてきたんで、小村くんのことめっちゃ見えるんですよね。なんで、もう見えるうちになんか触っとこうみたいな感じ、触ってくみえちゃんの感性えぐいなと思いながら視聴しておりました。2つ目。ヘルク6話ということで、もうごめんなさい、ほんまに。私、アニメ見た後に感想も綴ってるんですよね。気になったところだとか、良かったなって思うところを、綴るんですけど、もう忘れてた
ヘルク綴るのを忘れてて、何も書いてなくて、で、ほんと内容覚えてなくて、6話の内容。なんとなく覚えてんのは、ヘルクが、このままやったら、人間が全世界に迷惑かけてしまうから、阻止せなあかんって言ってたのと、なんか松岡義嗣さんがやってるキャラクターが無双し始めそう、みたいな。そんなんを覚えてるんですけど、ごめんなさい、本当に内容覚えておりませんでした。こんなことが二度とないように、注意していきたいと思った、ヘルク6話でございました。ということで、火曜日は以上でございます。次、水曜日です。説明。自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を3話よ7話ということで、今回ですね、いろんな携帯にですね、8個も変わったかと思うんですけど、段ボールの携帯になったんですね。で、その時に、防犯カメラで撮影しとこうみたいな言ってたんですけど、なんでついてんのみたいな。段ボール自販機、子供が作るね、段ボール自販機に、なんで防犯カメラついとんねんっていうね、そこは非常に謎で、なんかちょっとリアル感出すじゃないですか。現実世界にある、自動販売機でやってんのに、子供が作った段ボールにはカメラはついてるというそこら辺の都合の良さ、これはちょっとねいただけないなと思いながら見ておりました。2つ目、私の幸せな結婚7話ということで、こちらはですね、個別に動画を出しておりますので、そちらで視聴していただければいいなと思うんですけども、やっぱり一番良かったなと思うのは、康二を振るミオですよね。ここのセリフですよね。で、康二が、あずまやの下で覚えてますかと言ってくるんですよね。で、第一話で、愛してますって言いたかったんですよ。でも、かやに邪魔されるみたいな、描写があったんですが、そこに対して、返事を求めていったんですよね。ミオに対してね、返事を求めていったんですけど、それに対してミオがですね、申し訳ありませんと。何のことでしょうかみたいな。まあ、分かってるんですよね。分かってるんですけど、もう忘れましたみたいな感じで振っていくっていう、ここの、ミオの成長っていうところを、すごく感じるというか、工藤と関わっているからこそ言える振り方やなって思ったので、非常にいいシーンだったなって思いますし、これを聞いて、工事も落ち込むことなく、前へ進むことができておりますので、非常に素晴らしかったシーンだったなって思うんですけども、やっぱ最後の異能がね、やっぱ不穏というかね、怖いなと、今後どんな話になってくんやろうなというところがね、ちょっと怖くなってきたなと。で、パーティーに身を行くわけでございますから、絶対襲われるんですよね。そこも含めて怖いなと思ってるシーンでございますが、原作勢の方曰くパーティー編というか、パーティーの描写ってめちゃくちゃ面白いらしいので、楽しみにしたいなという気持ちもございます。で、次3つ目。白聖女と黒牧師6話ということですね。街の皆様は、セシリアがなんかダラダラした性格なんて知ってるんちゃうのって、今回思ったんですよ。なんかセシリアとローレンがね、話し合ってる時になんかニヤニヤしてましたから、あ、なんか知ってんのかなって思ったりもしたんですけども、そんな二人の絡みね、セシリアとローレンよ。なんか微笑ましかったなと思いながら見ておりました。次4つ目。にえひめと獣の王18話ということで、もうこれもかっこよかったね。物語も、かっこいいんですけど、こっちもね、めっちゃかっこよくて、男と男の誇りをかけたぶつかり合いっていうのは、単純に胸が熱くなるんでいいなって思いますし、最後フェンリルがグレイプニルに命を託してたっていうところの友情もね、素晴らしいんですよ。で、このにえひめが最近面白い理由っていうのは、もうサリフィーが主人公やってるからっていう、ここが一番熱いですよね。サリフィーがしっかり自分の意思を持っていて、目的があって、で、自分で行動を起こしていって、道を切り開いていってるんですよね。で、そこにみんながついていってる、ワンクール目で、サリフィーっていうのはこういう人間ですよと、少しずつ、信頼を勝ち取ってるっていうところを描いた中で、サリフィーが一番先頭に立って動いていってるんだよ。それはおもろいよねっていうところがあるんですよね。残り話数もね、少なくなってまいりましたけども、この勢いのまま突き進んでほしいなと思ってる作品でございます。次5つ目、アンデッドガールマーダーファルス7話ということで、いやアンファルサー、これめっちゃおもろいなって思っててですね。で、2つの楽しみ方があると思うんですね、アンファルっていうのは。で、1つ目っていうのは、これ私の楽しみ方なんですけど、なんとなくぼーっと見てる楽しさ。これ私、今アンファルはね、結構ぼーっと見ています。バエンパイア編の時は、結構しっかりと見ていて、考察とかしたんですよ。犯人こいつなんちゃうかみたいな考察をしたんですけど、外しましたので、ちょっと、恥ずかしいみたいな気持ちになっちゃったんで、今回のルパンのお話はですね、一切考察せずに、ぼーっと見てるんですよ。
ぼーっと見てて、で今回の第7話って結構答え合わせの回やったなって思うんですけど、すべての展開に理由付けがあるんですよ。ちょっと前の回6話5話とかのね、ルパン編に入ってからの何気ないセリフだとか何気ないシーンっていうのがちゃんと意味がなされてるっていうところが分かっていくんですよ。これがもうめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。例えば第6話で津軽がルパンにボコボコにされたかと思うんですけど、あれってめっちゃ違和感じゃないですか。なんで津軽負けんのっていう違和感があるんですよね。あんだけなんかヴァンパイアとね戦って圧勝するその津軽が ただの人間ごときにちょっと強い人間ごときに負けるわけないんですよね。だからあなんか意味あるんだなと思ってたら、ちゃんと7話で意味がありましたよっていうところの答え合わせになっていったりもしますし、第5話でしたかね、そのヒントは石川五右衛門みたいなことをリンドが言っていたかと思うんですけども、その答え合わせもちゃんと7話にあるっていうところですよね。もう素晴らしいね。全部紐づかれてるんで、そこがやっぱ気持ちいいんですよ。ぼーっと見ててもあこの展開ってあのセリフやんって全部繋がっていくっていうところが、まあ、非常に素晴らしいです。まあ、二つ目の楽しみ方っていうのは、その前から、もう5話とか6話から、このセリフ、この違和感で絶対こうなるんちゃうかで、まあ、考察していく楽しみですよね。しっかり違和感なく答え合わせしますから、スッキリしますよね、考察している方も。っていうので、本当にアンファルは、素敵な作品だなと思いながら、視聴してる試合でございます。まあ、キャラクターがね、増えてきまして、ごちゃごちゃしてきたっていう意見も、見かけるんですけど、私の中ではそんなにごちゃごちゃしてないからと、割と、スッキリまとまってるなっていう印象はあるので、で、まあ、ほんまに面白い作品だなと思いながら毎週視聴しておりますっていうところで、以上で終わりたいなと思います。今回はマジで今日時間ないんで爆速で進めちゃったんですけども、楽しんでいただければ幸いですっていうところで、皆様の感想もお待ちしております。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、おするどうかどっかにあると思うんで、あと1本ぐらい視聴していただければ幸いです。ハッピーラッキーみんな届けで。